全日本柔道選手権大会を2度制した須藤陸二式立氏は大正時代の力士、振り分け部屋所属。本名は須藤金作、青森県南津軽郡伊佐村出身。最高位は西十両9枚目。波の音の振り分け部屋に入門、1915年1月場所、一の音の四個名で初土俵を踏む。1918年5月。 道の区近に改名した。1920年5月場所新十両に場所を務めて幕下に落ちた。1922年1月に最重量となったが、0勝5敗に終わり幕下に落ちた。その後1923年5月場所限りで廃業した。廃業後すぐに警視庁に入り巡査となり、 柔道を学び中野ただし30段の指導を受けて1923年に行動館へ入門。入門から3ヶ月で初段を取得してから段位を上げ、入門から5年後の1928年には5、段位を取得した。1929年の第5回明治神宮競技大会柔道競技や1930年の第1回全日本柔道選手権大会。 1937年の第7回道大会で優勝。その後も多くの大会で出場、活躍した。指導者としては、福岡県警察部や神奈川県警察部、宮崎県警察部にで、柔道教師を歴任。定年退職後は、千葉県桜市に住み、1982年に84歳で死去した。ありがとうございます。